インフォランス TV をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。何よりも明けましておめでとうございます。インフォランジが2年目を、迎えて、ついに 2回目の正月を、超えられるなんてね、本当に思ってなかったですね。去年の年末、おととしの年末、ね、年末年始、前の年末年始の時には、森くんと、僕と、あと突然乱入した、一郎太さんとの、3人でお送りしたのが、インフォランジ TV 年末スペシャルっていうのがあって、まあ、その時には内容がひどくて、で、あれはユーストリームで記録が残ってなくて、で、まあ、いろいろと話題を呼んだ内容だったんですが、今はこう1年後、今こうやってトンパ TV さんのご協力で、こういうインフォランス TV という形でやらさせていただいている。いや、本当にありがたいことでございます。で、今回は、またゲストを、前回予告で、女性ゲスト全員集めると言ったんですが、残念ながらちょっと厳しかったです。なので、まあ、男性も女性もちょっと多めで、お送りできるかと思います。で、インフォランジ、最近のインフォランジなんですが、ゆりりんきのきも終わりまして、ちょっと一段落、そして、新しいスタッフの、横村さんと、コカバン久保田の2人が入ったんですが、その2人がですね、久しぶりにこちらを始めました。ダンと、やりたいことをノート、インフォランジのヘビーユーザーの方は、ね、ご存知かと思うんですが、もともとインフォランジで生まれてきたイベントはこのノート、このスケッチブックにいろんな内容が書かれていて、じゃあそれをどういうふうにやろうかっていうふうなところを議論するところから、いろんなイベントが起きてきました。で、久しぶりにこのやりたいことからやってほしいことノート、1月の20日からスタートしました。なのでぜひ、ご興味ある方はこちら来ていただいて、また書いていただければ、こちらのスタッフでも揉みたいと思いますし、で早速ですね、今書かれているのがこちらですね、第3回女子会、第2回の女子会までやったんですね。で第1回の女子会が、第1回の女子会がもう女子が手探りで、私たちがやってることってこれ女子会っぽいよねとか、いやなんか今女子っぽいみたいなところで手探りでやっていた第1回で、第2回から結構ちゃんと女子が集まってやってきて、でやってきたのですが、まあこれのねキーマンになるのがね、安田かなというまあ迷惑な女の子がいまして、で彼女が、いなくなったらちょっと途絶えてしまったっていうのが非常に残念なんですが、彼女が帰ってきましたので、全国1億2000万の安田かなファンの皆さん、お待たせいたしました。安田かながインフォランジに帰ってきましたので、こちらの女子会、これは確実に来年じゃないですね、もう今年入って1月2月ぐらいまでにやるんじゃないかなと思います。で、こちらご希望の方は、またお名前などを書いていただいて、ぜひお願いします。でさらにこの女子会に対抗して、なんと男子会ももうすでに書かれてますね。スタッフの横村さんの弟さんが書いたのですが、こちらの男子会、年齢制限とかあるんじゃないかな、わかんないけど、女子会は聞くけど男子会は聞かないので、どんなものになるか知りたいということで、男子会やると。すごい字ですね、男子会のこの男の字もね、わかりますかね、こんな字なんですね。でこちらの方を、またやるということで、また準備が、始まっていますので、ぜひご興味ある方は。男子会って改めて言うと何やるんですかね、ちょっとイメージがつかないんですけど、ということでまたここから先はもう真っ白の状態です。たくさんの方のいろんなアイデア、やりたいこと、やってほしいこと、お待ちしております。で、こちらの告知もいろいろあるのですが、それは一旦ちょっとさておきまして、早速お一人目のゲストをお呼びしたいと思います。まあインフォランジにいらっしゃる方はもうよくご存知の方だとは思いますが、インフォランジ TV なんと初の第2回目の出演になりますね。それではご紹介しましょう。日本笑い学会浜松支部の村木達夫さんです。はい、こんにちは。あ、こんな完璧がいつの間に、はい、いつの間にこんな完璧が、はい、村木さん、あ、村木です、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それで村木達夫と申します。はい、それで村木敦子さんとは親戚ではありません、以上ということで、2月16日の土曜日にアクトシティ浜松の研修センター、はいはい、楽器博物館の上の401号室で講演会をさせてもらいます。はい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 、それで15時から16時半で、
500円なの会長費としていただきますと、すでに2月16日土曜日アクトシティ浜松研修センター4015 15時から、うん、ということで講演会をさせてもらいます、はい、それでユーマのパターンは120通りくらいやってるんですけれども、それをまとめたのはユーマのパターンを川柳でというので検索してみてください。それでユーマのパターンを川柳でを見るとあなたもユーマの達人になるかもしれませんということです。それでまあそれでですね、ユーマのパターンをこう全部120パターンを このように図にまとめております。それでこのパターンをさらに一つ一つパターンをこのような記号化して見ました。この記号のパターンというのがまあいろいろなので、これを見れば面白い話がパッパパッパ出てくるんじゃないかと、そういうつもりでこの記号化したものもまた会場で配りたいと思います。わかりました。早速なんですけれども、まず、今のお話の中でいろいろお伺いしたいことがあるんですが、はい、一つ目が村木敦子さんってどんなのですか。村木敦子さんっていうのは厚生労働省で冤罪で捕まった人です。あもう忘れられちゃいましたね。忘れられちゃいましたから、ちょっとネタ触れすぎましたね。じゃあ村木健吉は知ってますか。あ、海はよって人の知らないですか。あの人とも親戚ではありませんから。村キングとは。村キングとも親戚じゃないんですよね。ああそうなんですか。あ、それでなんか二人一緒になってあそこの障害物マラソンの時一緒だったんですね。それでなんか、はいはいはい、それで村村キンキングという名前つけたらそしたら森くんがそれ絶対女性に嫌われる名前だとか言われて、なんかそれを思い出す。村村キンキング村村キンキングって、だから二人一緒でだから名前をつけようとか言って、そういう名前を冗談で言ったら、はいはいはい、それ女性に嫌われる名前ですね、なんか営業ドリンクの名前じゃないですかとか言われて、なんかマムシみたいな、そうそう、深夜やったのスッポンみたいなやつですね。持続力を誇るスッポンみたいな、スッポンなんですか。ムラムラキンキングみたいなことで、いやー気になるな、ムラムラキンキング。ムラムラキンキングの話は、次のゲストの方にちょっといろいろ伺うこともあるので、置いといて、でまず村木さんの、簡単なプロフィールなんかもちょっと伺いたいんですけども、はい、この、今回の講演会、タイトルこちらでいいんですね、はい、ユーモアは武装化術で身につける、はい、サブタイトルが面白いってどういうことということ、はいはい、でこの、このユーモアが、ですね、はい、この武装化っていうのがこのキーワードということですね。そうですね、はい、それで武装化っていうのは武が分析で、はい、装が創造で、化が型なんですね。それで武装化なんですよ。分析、創造、型、はいはいはい、じゃあ、その場の空気をこう分析して、こちらがイマジネーションして、でもある程度こうじゃパターンが存在するということですね、この型というのは。内容は分析か創造なんですね、うんうん、それでパターンとか表現とかいうのが型とあると、それを組み合わせていくわけなんですよね。はい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 、まあ、なるほど。まあそれは分類の方がそうなってるんですよね。はい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 、それでユーマっていうのは結局導入部分があってオチがあって、導入部分があってオチがあるという、はいはいはい、ご覧いいますかね、導入と落ち、まあ、そうです。落ちっていうのは意外な納得なんですよね。これは、文章で言うと、落語で言う、導入というのは枕で、はい、落ちは本当にもう落ちっていう。まあそんな感じですよね。なるほど。まあ例えばですね、どんなのがあるかっていうと、はい、アフリカの方でですね、昔、はい、羊飼いの人が羊を見てたら、なんかある実を食べたらすごい羊が元気になったんですって。はい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 、それはその羊のそれを煎じて飲んだのがコーヒーの始まりなんですって。それ人間飲んだらコーヒー美味しかったと、それがコーヒーの始まりなんですって。ほうほうほう。それでですね、東京に行った時にですね、はい、八木さんの家に行ったんですよ、東京に行った時に、はい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 、そしたら八木さんの家には羊はいなかったんですよ、八木さんの家に、はいはい、それで代わりに猫がいたんですよ、はい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 、それで夜寝てたら猫はポン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 って首を叩いて起こしてきたんですよ、叩いて、はい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 、それで猫に猫身を襲われたという話なんですよね。おお、
なるほど。何が言いたいかというと、あのコーヒーの話とかって、だからその導入部分ですよね。はいはいはい、それで八木さんを失敗出して、それで最後にあのダジャレを言うわけですね。それがオチになってるわけですよね。はいはい、だからそれはまあ結局あのただダジャレ行くと、はい、だから第一魔王第一魔王っていきなり言っても面白くないかもしれないけど、下ネタですね急に急に、はい、あ大丈夫ですよ大丈夫ですよ、はい、下ネタはヨハンシビア、OK だそうです。あ、OK なんですか、はい、OK ですか、はい、あ、それ、はい、あ、はいはい、はい、あ、控えめにしてくださいね、あの控えめで、はいはいはい、多分断密はアウトです。あー、あ、言っちゃってますよ断密は多分アウトです。はいはいはい、いや、あのちょうどねこの前あの実家に帰ってて、あの映画とか見ててちょっとラブシーンとかで家族が気まずくなるってあるじゃないですか、はいはい、でもうちの両親もう70近いわけですよ、で、はい、僕はもう30過ぎてるわけですよ、はい、でさすがにそういうのないだろうなと思ったら、はい、断密が出てきた時にみんな慌ててチャンネル探しましたね。なんか知んないけど断密って気まずいんですよ。わかりま、あ、ごめんなさい余計な話した、はいはいはい、すいません、でそう、ごめんなさい、さっきのそのオチっていうところが、はい、例えばその謎かけであったりとかで感じるようなこううまさ、はいはいはい、みたいなところもこれもユーモアと一つとして、はい、僕が考えてるのは、はい、あの意外な納得ということなんですよね。だから意外な納得、意外な納得ってどういうことかで、はい、例えばあの意外なだけだったら手品見るとすごい意外だけど、それは不思議だなって面白く、面白いけれども笑えるわけじゃないですよね、手品っていうのは。はいはいはい、手品っていうのは意外だけど笑えないですよね、うん、それ例えば手品の人が実はこういう種で知ったよって見せると納得して笑うわけですよね、はいはいはい、だから意外性があって、それがあの実はこうでしたみたいな納得があって、それで初めて笑いが生まれると、それが僕の考え方なんですよね。なるほど、じゃあその村木さん の, そのお考えに基づいて、まあまあ、ユーモアのセンスだったり、その意外性のところを、意外なところにこう、はいはい、導くというか、そういうふうなものっていうものが今回のこの2月の16日のこの講演会でお話が出てくると、はい、なるほど。こちら、定員とか何かあるんですか？定員はとりあえずないんですけれども、はい、まあ、会場費として500円いただきます。会場費として500円、なるほど、分かりました、はい、いや、ですね、こちらのチラシなんですけれども、非常にいろいろなところ、ツッコミどころあるわけですね、聞きたいところはまだあるわけです、まず写真がいろいろで、笑っていいとも出演時、はい、笑っていいとも3回ぐらいでしたっけ？4回です、まあ、やっていいとも4回。ここもいろいろお伺いしたいところであるんですが、どうしますかね、時間がちょっと厳しいかな。じゃあ、あとは、ですね、日本笑い学会についてもいろいろ伺いたいのですが、はい、どうしましょうかね。じゃあ、村木さんがこんな方っていうところで笑っていいとも出演の話をちょっと聞いてもいいですかね。そうすると多分見ている方がちょっと親しみを持っていただけるかなと思いますので、はいはいはい、これは、何4回っていうのはもうあれですか、テレフォンショッキングでいいと思うみたいな、そういう、いやいや、そういうのじゃなくて、はい、オーディションってあるんですよ、ある隊が集まるの、大体12時35分過ぎぐらい の, あの素人参加型のとか、はい、の頭のオーディション、まあ、9時くらいから集まって、それで、はいはいはい、あのオーディションって受けるんですよ、それで、はい、あの全部で14回オーディション行って、そのうちで 4回オーディションに通ったわけですよねすごいですね、打率3割超えてますね、すごいですねこれは。あのそれどうしてかっていうと、はい、あの1回目で、あの来週来てくださいって言って、それでもう1回行くとまた来週来てくださいって言って、はい、結局3回目に出られるとか、そういう形になるんですね。だから ある程度出られるの微妙に確実なんですけど、あの来週来てくださいっていうか、それで予約出られるっていうか、そんな形で、あの結局あの回数増えちゃうわけですね。そうなって、何の回に出られたんですか？あの何の回かっていうと、はい、まずは年齢不詳というのと、年齢不詳ですあ、確かに、はいはい、ごめんなさい、笑っちゃいましたけど確かに、はいはい、なるほど、年齢不詳です。年齢不詳、はいはいはい、 あとですね、あのいくつなんですか？あ、まあいいです、はいはいはい、それは謎のままで、謎のままで分かりました、はいはいはい、それで、はい、あとあの恋人募集みたいなのですよね。あとそれは僕も出たいですね、恋人募集、あの全然ダメでしたね、やっぱりテレビ出ても、それの笑っていいと思うで恋人募集で出て、はいはい、その後反響とか特になかったですよねPR ポイント、その時 の, あの花嫁、そういうのは花嫁募集だから、なんか PR ポイントみたいな、途中で切れちゃったんですね、はい、あのなんかこれあの最後の瞬間でなんか、はいはいはい、それで出た瞬間に CM に入っちゃったんですね。ああ、一応出たことは出たんですね、はいはいはい、出たけど、なんかタモリさんがなんかちょっと掛け合いのところですぐ CM な
っちゃったんですよ。じゃあその時でタモさんとの掛け合いほぼなかった段階で終わってしまったから なかったんだけど1個か2個くらい。いやそれがもしやちゃんとあったら多分ねすごい数来てましたよ確実に。かもしれないですよね。他はあと2回はあとでサングラスを撮った時のギャップですね。この写真ですね。これこの写真ですね。はいはい、サングラス撮った時のギャップ。なるほどなるほど。わかる。あともう1回は。あと X ジャパンの都市に似てるというので。あ、これも都市に似てるという感じですね。なるほどなるほど。はいはい。まあ。なるほど、分かりました。まあ、4回出たっていう人は多分浜松では珍しいと思いますよね。そうですね。なんか下手な芸能人より出てるかもしれないですよね、4回だと。なるほど。じゃあ、もしなんか最後に、ちょっとお時間もあれなので、最後にこの講演会に向けてなんかご覧になってる方に一言あるか、何かあれば、はい。そうですね。お願いします。はい、ユーモアで頭を良くする村木です。村木達夫の講演会、ぜひいらっしゃってください。2月16日土曜日、アクトシティ研修センター401号室、楽器博物館上です。500円、よろしくお願いいたします。3時から15時からです。なるほど、わかりました。2月の16日はいろいろ大忙しですね。この後もいろいろお話が伺えるとは思いますが、次のゲストの方からも伺えると思いますが。では、じゃあ、村木さん、改め、まあ、インフォランジにはよくいらっしゃるので、もしお話しされたい方はぜひこちらの方にお越しください。では、日本笑い学会浜松支部の村木達夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。